新しい私いろいろ始める仙台いろは。自宅でのご飯が増えて料理のバリエーションがなくなってきたという方も多いのではないでしょうか。そこで今回はそんな時に美味しいもう一品いいねな簡単レシピをご紹介します。いいね。あーお腹すいた。何か早く簡単にできる料理ないかな。そんな加藤さんにおすすめなのがこちら、あらゆる料理を簡単に美味しくする丸鶏ガラスープです。あ、味の素の鈴村です。あ、こんにちは。鶏ガラスープの素で料理ですか。鶏肉とガラをじっくり煮出した本格的な鶏ガラスープの素、丸鶏ガラスープ。スープはもちろん炒め物など少し味が物足りないなという時におすすめなんだそう。今回リニューアルしてさらに鶏肉由来の風味を強化しました。これだけでホッとする美味しさになりますよ。もう早く食べたいのでおすすめのレシピ教えてください。しかも簡単なの。そうですね、腹ペコな佐藤さんには無限チンゲン菜がおすすめです。レシピはホームページにも載っていますよ。まずごま油、丸鶏ガラスープ小さじ1、ツナ1缶、ラップをかけて電子レンジで2分。ごま油のいい香り。本当に簡単。おいしい。ホッとするおいしさ止まらないな。これいいね。今宮城県内の宮城生協全店で丸鶏ガラスープなどの対象商品を買って応募できる東北宮城オンライン復興マラソンベストコンディションキャンペーンを開催中。抽選で素敵なプレゼントが当たります。おいしいもう一品簡単レシピいいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。